ここは。マジ可愛いね、赤ちゃんって。だべ。おめえもこんくらいだったかんね。まあ、疑うんだが。すんごいギャルの会話バブ。まさかこれは、再びの転生？よっちよーつ、いい子だかんね。なるほど。今度はこの親子の赤ちゃんとして生まれ変わったのバブね。って、服がめっちゃギャルになってる。なにこれ。こんな子供服売ってるバブ。原宿の西松屋限定商品。つか、名前決めたの？ダーリメンソー、温め？ルイトとか？ブー、ザオ、ジンとか？な、ホストみてえな名前つけねえし。こいつの名前は、スグール、な。おお、前と同じ名前だ。スグール、ダサくね？は？イケてっから。スは、数学のスで、グーは、カタカナ。で、ルは、留守番のル、な。スグルぞ。数字の数だったらスグルになんぞ。いや、それよりグはカタカナの方がヤバいバブ。そこに突っ込めバブ。あ、でも、グーグルみたいでかっけえかもね。グーグルみたいだと何がかっこいいバブか。ギャルのセンスがわからねえバブ。よかったぞ、いい名前で。なあ。それにしても、こいつら親子で二人ともでかいバブぞ。おいおい、神様もいい計らいをしてくれたもんバブね。てか、そろそろミルクの時間じゃね。うちが知るわけないし、そっちで報告しとけす。ミルク、あ、いや待て待て、ここで焦ってはいけない。ここで焦って台無しにしてきたのが俺の前世バブ。落ち着いて、落ち着いて。あんたのお下がりの哺乳瓶まだ残ったやかんね。なあ、物持ち良すぎ系女子じゃん。だべ、哺乳瓶だとく直接ではないのバブか。てかすぐれ、なんか残念そうな顔してね。あ、まずい。確かしミルクじゃなかったんかな。普通に飯食えてんじゃね。バカおめえ、歯も生えてねえのに何も食えんからね。どうしたもんバブか。できるだけ違和感なくスムーズにミルクを堪能したいバブが。すぐる、ミルク欲しいんじゃなかった？何でも言っちゃって。バブー。は、なんか言いそう。ミルク。え、ミルクっつってんじゃん。言ってんねん。え、キャバイキャバイ、えぐちじゃん。え、これいくつに飲まれてんじゃね。がー、この年で喋れるとかマジアインシュタイン。え、仕事できすぎじゃん。どうだ、あまり話すとまずいバブか。すぐる、もっと喋れるべ。天才なら自分の名前言ってみ。よし、ここから徐々に。僕の名前はすぐるバブ。やばいんだが。へえ、これマジイカつくね。私がいるのか知らないだけ。え、赤ちゃんってこんなもん。いやいや、あんた2歳くらいまで喋れなかったかんね。超すぐる、マジ天才じゃん。べえ、天才産んじまったわ。マジ鉄砲でえらい。ミルクが欲しいバブ。やっぱミルク欲しいんじゃん。オッケー、すぐ温めてくるわ。あ、なに、なんか言いたいか。あ、直接。直接、あ、どういうこと。あ、直接ミルク。あーね、へその方で繋がってたんだもんね。違う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 。はー、やっぱ管だからダイレクトの方がうまいんかな。いや、そうじゃなくて。え、ちげえの。なーに、直接みたいなこと。やっぱ新しい時代の生命とは言うこと違うね。いやあ、でも令和はまだ脳にミルクぶっ刺す時代じゃねえんだわ。ごめんね。んな時代来てたまるか。マジお待たせボランティア。はいよ。あら、すぐる、念願のミルクだべ。いや、こいつ脳から飲みたい話よ。今回は仕方ない。しかし、この二度目の転生でこそミスを犯さずにミルクをゲットしてみせるバブ。